巡り巡って必ず自分に返ってくるんだね、やっぱ。はい。で今日は11月の今日は26、ちょっとあれ月末なんで早めに収録はしてますが、はい、26と、はい、今日はイレギュラーでちょっと日にちを変えて収録してます。はいはい。でパッションのあの奥さんは今日東京、あの人はなんかまあ週に2回ぐらい東京行ってるのよ、ずっと最近。そうなんですか。東京で何やってるんですか。今日はね、西先生って言って、まあまたみんな知ってる人もおると思うけど、知らん人は調べてもらったけど、西先生ってスタンフォード大学の教授、客員教授かな、あの人、はい、ファッションのおっちゃんなんや、あの人、はい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 、ものすごい熱いおっちゃんで、はいはい、日本大丈夫かみたいな、はいはいはい、助けるぞ、取り戻すみたいな、はいはいはい、その西先生の講演会みたいな今日行ってますよ。ああ、よく行かれますね、奥様ね。もうあの人、ほんとじっとしてへんよな。東京好きですよね。東京とか山口県とかなんかもうあっち京都行ったりなんかあっちこっち行ってる、ずっと。だから俺今日もまたこれ自宅でね、はいはい、ワンちゃんと一緒におる。まっちゃんはもう引きこもりですよね、完全にね。引きこもり違う。いや今ボート、今日なんかちょっと船行っていろいろやりたかったけど、今ちょっとエンジン調子悪いからもう一回業者さんが今エンジン修理してくれてるんで、はいはいはい、はい、まあ多分まだ2、3ヶ月かかってるんで、4月ぐらいには準備万端でみんなで遊びに行こうぜ。ああ、来年の4月にやったら、それまではもう寒い間に一気に修理してもらおうかなと思って。なんで壊れちゃったんですか。いやいや、壊れたというより、まあまあ調子の悪いところをいろいろメンテナンス、いろいろ全部やるんやけど、はいはいはい、これが開けてびっくり、玉手箱で一軒家一個買えるぐらいの修理代よな。ダメじゃん。そうなん、そんなに一軒家一個買える、もうびっくりするよ、ほんと。一軒家買えるだけの修理代なの。そう相当な金額じゃないですか。まあそれはいいわ。で、はい、ちょっと待ってよ。でな、最近な、まあ我が家というかな、はい、僕のとこどちらかというと外食が多かったんですよ。2、3ヶ月ぐらい前までな、はいはいはい、うん、いつも外食しててんけど、はい、最近はもう全然自宅でご飯食べるんやけどな、はいはいはい、料理係俺。なるほど。でな、はい、ちょっと好きなことが見つかってな、発見、新しい発見。何があったんですか。はい、いや、俺の好きなことって料理。あ、料理が増えたんですか。ちょっと料理研究家になろうかなと思って。まだ何料理だったの。今もちょっと料理作ってる最中やってるよ。あ、そうですか。料理家ですか。まあ、もうなんか料理ハマるよな。ハマりますね。料理はめっちゃハマりますけど、うん、楽しいよ。あ、本当ですか。楽しいですか。そう。だからちょっと今やりたいことって、はい、料理するの楽しいから毎日料理とか、はいはい、まあ、そのうちみんなに食べさせてあげたいなとかな、はいはい、料理とあとな、ちょっと歌、はあ、うん、演歌ちょっと習いに行こうかなと思って。演歌、あ、うん、そうですか。どこに行くのかな、まあ、よくわかんないけど、ちょっと演歌を学びに行こうかなと思ってな。うん、あ、なるほどね。演歌ね、うん、ちょっと考えてみる、いいじゃないですか、はい、ちょっと演歌歌手目指そうかなとか。はい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 、あの人面白いな、また見といて。愛ちゃん見てなかったら、アルゼンチンの新しい大統領ミレイさんな。アルゼンチンの大統領ですか。あの人何やったっけ、チェーンソーを振り回して演説する人。ミレイさんな。なんて言うたらいいかな。アルゼンチンのトランプって言われてたんけど。ああ、チェーンソーを振り回す。そうそう、中央銀行、アルゼンチン中央銀行を廃止して、はい、法定通貨は米ドルにしますと。で、役人か、公務員、片っ端から潰して、片っ端から解体するって、チェーンソーを振り回して喋るおっちゃん。おもろい。でも、なんか、もういろいろと問題があって経営危機になってるんじゃないですか。まあミレイさんっていうねんけどな、はい、ミレイ次期大統領っていうのかな、うん、そうそう。でまあね、は
まあ、あの人は、わかりやすいと、アルゼンチン潰す係。ただな、ただな、アルゼンチンって皆さんご存知のように、しょっちゅうデフォルト常習犯やからな、こうしょっちゅうデフォルトするから、もう今更そんなことやったってみたいな話なんですよね。はいはいはい。うん、まあまあ。アルゼンチンって面白いよなみたいな、もうあのうちの奥さんとしてパッションパッションの人ら多いから、アルゼンチンの人ら情熱の人ばっかりやから、ね、激しいっちゅうかな。日本でなチェーンソー振り回して演説されたら嫌がられるやろ。はいはい、いや、嫌ですっていうか拒否りたいっていうか、財務省も厚労省も文部科学省も全部潰してやるとかってやってるわけよ。はい、そうですね、そんなもん全部全部クリアってやってるわけやな。はいはい、無駄なことは全部やめると、前はでこれ潰すがかりでね。あとまあヨーロッパがな、やっぱり今回のウクライナから行ってイスラエルをね今行ってるけど、はい、まあ流れとしては本当なんていうかな、自国優先っていうかな、自分の国優先というか、もうそんなグローバリスト的なことはグローバリストに飲み込まれないというか、グローバルはもうゴリゴリみたいな。だからどの国もどちらかというと極右というかな、右寄りですよ、うん、極右政権っていうのが誕生していってる。まあオランダなんかも英霊はね今回は、でまあオランダなんか面白いこと言うとったな、もうユーロから出る言うとったからな。いやユーロちゃうわ、 EU か、 EU からもう俺らは出ますとね。ただね、これオランダ、俺ブログでは書いてたんやけど、ちょうどね、この6か半年か7ヶ月ぐらい前からな、ものすごいゴールド買い込んでるんですよ。オランダとか、うん、オランダ、ベルギーで、まあポーランドもそういうとこあったけど、特にオランダが最近激しい、ゴールドの買い込み方な。はい、だから本気で、EU から出る気やと思うんですよ、本気で。はいはいはい、うん、もう自分のところでやっていくと、自国通貨でやっていこうっていう、その自国通貨の裏付けのため、はい、新しい自分のところの自国通貨でやっていくためにはやっぱ裏付けのある金を持ってないといかんということになってくるんで、はい、でまあ今回面白いのはな、アメリカに金返せ言うとったからな。オランダが保有してるゴールドの 30% ぐらいはニューヨークにあるんですよ。はいはい、うん、保管してもらってるっていう形やねんけど、はい、まあ、今まではなドルでまあなんとかなるから、まあ、ドルで勘弁してあげますっていうかな、はいはい、まあ、ゴールドはとりあえず預けとくから、まあ、ドルはなんとか回ってるからいいよねと思ったけど、もういよいよドルが危ないっていうのはオランダも分かってるんで、はい、金返せって言うとったかな、うん、金返せって言っても金アメリカないからな、もう実際も、うん、あんだけドルすり散らかしたらもう全部金使い果たしてるから、はいはいはい、うん、もうないからな、うん、さあ最後どうなるんでしょう。まあ一斉にみんなが金返せ金返せって、日本も金返せっていかなあかんけど、はいはい、まあ、この動画ではいつも言ってるようにね、アメリカに取り立ていくやつなんか日本におらんから、いないですよ、まあ いけないでしょうね多分ね、うんうん、そういうね侍っていうかな、まあいろんな、はい、ほら日本もあの新しい日本保守党とかなんじゃかんじゃいろいろ出てきてるけど、はい、まあ話聞いとったらちょっとまあちょっとトンチンカンなこと言ってるんでね、はい、うん、やっぱ本当の保守っていうかな、保守という、うん、まあ、保守というよりは、なんていうかな、右とか左とかそういう話じゃなくて、まあ、正しい歴史観に基づいたその各国のその、うん、なんていうかな、協調性を持って交渉するみたいな、うん、正しい交渉できる人ですよ。だから正しい交渉しようと思ったら、実際問題歴史分かってなかったらな、政治家もどうもこうもならんので、うん、まあだからまあ、あとまあこれちょっと面白いけど、まあみんなこのね、この動画見てくれてる人は多少日本の政治も見てるやろから、あのキッシーの最近の姿見とったらむちゃくちゃ面白いやろな、キッシーもうあんた大丈夫かい本当みたいな。どう愛ちゃん見てて、いやなんかもうあんまり興味なくてもう見てないし、最近でもキッシー目泳いでるからな、なんか知らんけど、てかなんだろうな、あーじゃあこうじゃな言われてな、もうね、なんか日本の政治とそうですけど毎回やってることが同じだから、うん、まあ、今はまあまた今度はパーティー券、パーティー券のなんていうかな、そのあの
その帳簿に記載してなかったとかな、なんかでも裏金隠してやるとかな、細かいことになんか疲れてしまってるというかさ、なんかそれはすごくあるなっていうのは。どうでもええやろって話やんな、そんな。そうなんですよね。日本だからやっぱね、メディアがねボンクラすぎますよ。そうですね。しょうもないくだらんことをね、チクチクこう重箱の隅つつくみたいな。そうね。まあこれはもう日本の政治だけじゃなしに日本の中ですよね。うん、なんかもう役所もそうやし、大企業もそうやし、ありとあらゆるところでこう重箱の隅つつくようなな、うん、なんていうかな、この本当に議論せなあかんもんとか、もののことの根源とかな、はいはいはい、うん、そういうとこをほっといて、なんかこう細かいとこばっかどうでもええばっかりことばっかりやるから話が前進まんみたいな、だ結論としてはとんちんかんなことになってるみたいな。そうですね、でお前ら何やっとったんやみたいな話って多いじゃないですか。ねえ、確かに多いですね。立派な年収1000万以上もらってる官僚がな、1日かけて2日かけて3日かけていろんなことやしゃべってるけど 何にも成果ないみたいな、ああいうことって多いよな。多いですね結構ね、うん、結局なんだろう、変わんないじゃないですか基本的に。そうそう、一回なんか解体せんとダメよ、もうだから結局なんか、やっていくこと、やってることが、まあもちろんその政治に関わることの地域をやってる場合はそれに絡みながら動いていかないといけないんだけど、そうじゃない場合はそこまで重要視されてないよなってのはそう感じますね。な、だから一回解体してな、みんな心入れ替えて改心して、もう一回一からやり直さんとダメよこれどう考えたってな。そうですね、これ見てる人も思ってると思うよ、会社員の人なんかでもな、これなんでこんな無駄な会議してんねんみたいなやつってすごい多いやろ。そうですね、ああいうこと全部一回やめなダメよな。うん、はい、そこはすごくあるなと思いますけどやっぱり、ね、で今日は何の話しましょうか。あの今日はあのまっちゃんの話って言ったらちょっと義理と人情の話よ。でだから義理と人情の話を戻しますけど、まあ、政治もそうですよね、やっぱ義理と人情の世界だと思うんだよね。もう政治もそう、外交なんか特にそうですよ。俺いつも言ってるように、はい、もうプーチンなんかとまともに渡り合う思ったら義理人情の世界でいかんと無理やからな、これ、はい、うん、そうですね。あの人だってマフィアみたいな人やからな、あれ、まあ、あのな、ね、ヤクザの親分やからな、あれマフィアの親分やから、うん、あんなんと渡り合う思ったらエビデンスがどうやとかな、はい、そんな訳のわからんこと言っちゃったら通用せえへんよ、うん、いつも言ってるやん、ほら、ほんで言ってるキム・ジョンウンでしょ、はいはい、みんな想像したプーチン、キム・ジョンウン、うん、で習近平、はいはい、ご近所さんでしょ、一軒隣じゃないですか。一軒隣ですね、そうですね。あの人らとまともに渡り合うたエビデンスがうんちゃらうんちゃらやっとった話にならへんよ、うん、もう義理と人情の世界でいかんと、うん、そうですね、うん、交渉なんか成り立てへんよ多分。成り立たないですね、うん、交渉とかね、うん、まあ当然国益っていうのがあったりね、あるからそれは脅しっていうのもあるやろうけど、はいはい、その脅しっていうのもやっぱり義理人情の世界からな、昔のヤクザの世界じゃないけど。そうですね、義理人情の世界ですね、うん、みんなこれみんな今頭にもう一回浮かべてほしいけどな、はい、一軒隣のご近所さんにプーチンおるわけよ、うん、な、でもうちょっと近所にキム・ジョンウンおるわけよ、うん、でその中間に習近平おるわけや、うん、で大陸離れた海の遥か彼方には次トランプ出てくるわけよ、はいはい、これ顔をずらっとみんな並べて頭こう目閉じて思い浮かべたら分かると思う、エビデンス通用する連中ちゃうからな、あれ。うん、まあ要は横のつながりだったりとかそのね状況だったりとか分かりやすい言うとはったりじゃ通用せえへんよ、うん、次の新しい世界の外交は、はいはい、もう本音でぶつかり合わんとどうにもこうにもならん世界よ。そこへ中東の国々っていうのがおるわけやからな、はいはいはい、うん、でまあ欧州連合っていうのはこれからしぼんでいくからもうほっといたらええねんけど、はいはいはい、でまあインドネシアであったりとかな、うん、ああいうイスラムの国々っていうのもあるわけよ、アラーの神を信仰してる人たちとかな、はいはい、あんな人らにエビデンスが減ったくれやとかけのわからんこと言うたって通用せんよ、官僚が作った文章じゃ通用しないですね、はい、っていうことはその役所もそうやけど大企業もそうやし世の中的にもそうやけどそう変わっていくし、もう一般実際変わってきてますよ、もう、うん、うん、このだから日本でいうと平成の30年間っていうのはものすごい鬱陶しい時代やったからな。まあ愛ちゃん、なんで愛ちゃんは平成生まれかな。俺は昭和の最後は62年生まれですねということは
分かりやすいと愛ちゃんぐらいの年齢の人たち以降の人っていうのは平成の時代しか知らんわけなんですよ。そうですね、平成の時代ほとんど平成しか知らないですね、はい、うん、平成しか知らない人たちっているんですよ。でね、はい、僕、俺の場合は昭和43年生まれなんですよね、1968年なんですけど、やっぱ半分昭和知ってるんですね、はい、若い時やけど、はい、バブルも若い時やったけど経験してた、うん、でね、はい、ものすごい鬱陶しい時代やったんですよ、平成って。あー、なるほど。なんかな、もうこの硬直感全開というか、凝り固まったというか、はいはい、ルールというか、法律というか、何もかもがんじがらめにされてた時代や。あ、なるほど。で、そこへデフレがあったと、はい、だから何もかもがこう監視されてるたような感じ、うん、うん、だからまあ本当平成生まれの、ね、人たちっていうのはその本当のなんていうかな、はい、任侠道みたいな昔の暴力ヤクザみたいなの知らん、はい、ほとんど見たこともないと思うんですよ、はい、任侠の世界っていうのがやっぱあったりね、はい、うん、義理人情とかな、はい、うん、ああいうだからその法律の外ですよ、うん、まあ法律をかいくぐりながらいろいろみんないろいろやっとってんけど、はい、まあどっちかというとおおらかな時代やったわけですよ、はい、でまあこの僕のプロフィールなんかにもね、この YouTube のプロフィールにもあるように、まあ昔のな警察官、はい、おまわりさんなっていうか刑事、はい、警察組織というか警察官ですよ、その人個人、はい、結構おおらかやったよ、この動画で言った、うん、言ってええんか悪いんか分からんけど、まあ、それぐらい勘弁したるとかな。あ、まあ、要は結局なんか、なんだろうな、今みたいにギシギシじゃなくて、ある程度許してくれるところもあるし、要は全部ギシギシにやってるわけじゃなかったってことだよね。そう、だから今、まあ、すごくギシギシってことだよね。杓子定規なんですよ。うん、だから、あ、まあその警察官なんかにしてもそうやけど、もうこれがこう、はい、その杓子定規通りに行くから、うん、そこには何て言うかな、人間のや感情とか義理人情みたいなものが存在してない状態になってるんですよ。まあ要は01の世界、本当コンピューターの世界ですよね、うん、そう、だから真ん中のアバウトなところが昭和ってまだかなり残ってたからな、うん、うん、俺らがまだ、僕がまだ20歳ぐらいの時の警察官なんてだな、まあもうしゃあないけど許したるけど、次やったら承知せえへんぞとかな、うんうんうん、まあそれぐらいは許したると、うんうんうん、いうおおらかさがあったよ、やっぱり世の中にまだ、うん、今はね、まあ、今はそうね、ないね、確かにね。でそこへ学校の先生っていうのも同じような感じだったんですよ、今とはだいぶ違ったんですよ、うん、まあだからそのなんていうのかな、その生徒に暴力振るったらあかんとかな、うん、なんじゃかんじゃいろんなことをメディアが叩いて叩いて、まともな先生がおらんようになったわけ、うん、でパワハラっていうのもあったり、あれもメディアが叩いて叩いて叩きまくって、はい、まともなその上司みたいなのはおらんようになったわけよ、はいはい、で物言うちゃんと正しいことを伝えてくれる、道義にかなった道理にかなったことを言ってくれる上司も言わんようになっていったわけですよ、言えなくなっちゃったからね。そうそう、はい、でそうなって世の中がこうおかしになって、しまったわな、これ。そうね、本来言うべきことが言えなくなってしまってる世の中もあるし、逆に言ったら言ったらダメな世界もあるし、うん、ただまあ今回ここは揺り戻しということで一回元へ戻っていくっていう形なんでね、うん、それは昭和に戻るというよりはその昭和的なもんとかそういうものをまたもう一回元に戻して新しい形へ発展させていくっていうのが令和の時代になってくるんで。そうですね、うん、だからその要はそのエビデンスがとか、あと何やったっけ、会社やったらなかったやん、何やったっけあれ、コーポレートガバナンスがどうちゃらとかな、うん、で労働基準法はこうですからこうしないといけませんとかな、うん、まあ、そういう変な組織っていうのはもうこれから無理よ、うん、うん、あと最低時間給がどうだとかな、あれ昔ってなかったんよ、あれ最低時間給っていうのもそもそもが。あ、そうだったんですね。ないんですよ。今はないけど、はい、ないけど商売が儲かって利益が出てね、はい、その子が頑張ってくれて、その頑張りを認める親方なり上司がおって、はい、よくやったからこんだけあげるよとかな、はい、そういう心の通った付き合いやったわけよ、うん、やっぱり、うん、それが最低時間給がどうちゃらこうちゃらって決められて、で違反したらどうちゃらこうちゃらってまた言われだしたらな、うん、会社もそのまともなことも
通りにかなったこともその部下には言われへんし、うん、でなんていうのかな、その借子定規的にもうこれこんだけの給料とかな、はいはいはい、もうあとはそれそんなこと言われんねんともう雇わんとか、もうそういう冷たい社会になってしまったわけよ。うん、うん、だから何でもかんでもこのルール法律でがんじがらめに縛れるとこういうことになってしまうんですよ。はいはい、うん、で逆に今度その会社員として雇われてる人たちも、うん、公務員役人として雇われてる人たちも変に法律とかその何て言うかな、自分の身を守るためのそのに法律を駆使してへりくつ理屈ばっかりこねて自分の立場ばっかり主張する人も出てきたわけですよ。うん、そうでしょ。そうですね、困難されたから訴えるとか、うん、困難されたからどこどこにチクるみたいな、うん、内部告発みたいなですかな、うん、でもな、まあ平成の30年間というのはそういう人もなんとかかんとか生きてこれたやるけど、うん、もうこっから先は相当厳しいよ、そういう人たちも、うんうん、雇う方も雇われる側もどっちも、うんうん、だから本音でぶつかり合えるっていうかな、うんうん、上司と部下もそうやし横のつながりもそうやし、うん、ぶつかるというより本音で言い合えるっていう本質的な部分ですよ、うん、その原理原則の本質的な部分を本音でこう伝え合えるというか討論し合える仲じゃないと物事進まんよこれ多分、うん、そういう感じよ次は、うんうん、はい、だから結局なんだろう、あの部下、今上司と部下もそうですけどお客様と、そのお客の受ける実習者もそうですけど、まあ、いろいろあると思う、関係性もいろいろあると思うんですけど、やっぱり本音で向き合ってどれだけ要はお互いが理解し合えるかどうかが大事だなと思います。結構曲げない人もいるじゃないですか結構。うん、まあだからそれをそういうの、そういう話でいくとやっぱ妥協点を見つけるっていうのが、まあこれは個人個人もそうやし会社同士もそうやし、うん、国同士の政治もそうじゃないですか、うん、はいはいはい、自分ところの本音っていうのを言い合ってそこでお互い妥協点を見つけるっていうのが、妥協点を見つけるっていうのは大事、それが人間の知恵なんで、やっぱり知恵ですよね本当にね、うん、うん、そういうことでしょ。え、何、だから例えば義理と人情の世界でも要はお互いが言い合えばいいって場合もあるんだけど、今の子たちって、まあ、あまりにも言い過ぎてもダメだし、でも言わないとダメなところもあるしっていう、その難しい境界線になってるのかなってのは思ってますけど、どう思います。いやいや、それは、まあ、会社、まあ、仕事的なものの組織の中で若い人たち、そういう人たちと関わり合うとか、うん、俺が学校の先生やったらそういう人たち、そういう子たちとどう関わり合うかみたいな話やんな。そうですね、はい、だからね、そのいわゆるその時代時代によってその、まあ、風潮というか流行りというかそういう感じっていうのはあるね、はい、平成はさっき言った通りやったよね、はい、そうですね、昭和って僕さこんな感じやったよって言ったよね、はい、ね、そうですね、で大正明治っていうのがあったり江戸その前っていうの、はい、元禄とかいろいろあったわけです。ありましたね。だから、はい、ただね、その時その時代時代の風潮とかイメージ感じみたいなんじゃなくて、はい、要は普遍的なもんの話ですよ言ってんのは、うん、うん、だからその時代がどう移り変わろうがその変わらないものっていうのはあるんですよ絶対に、うん、うん、そこをそこでこうなんていうかな、そこを理解して何もかもこと進めていくとか交渉会話するとか、はい、何かをしていかんとどうにもならんっていう話なんですよ、うん、だからじゃあその普遍的なもんって何なんですかっていう話ですよ、うん、でこの普遍的なもんっていうのは要は法律とかルールとかその時代時代の風潮とか流行りじゃないってことなんですよ、うん、分かる言ってんの、はい、まあ、これ帝王学の話になるからこれまあ今日はあんま美味しいところは言ったらあかんって相手に言われて、ね、はい、有料チャンネルできるまでこう伏せとくけど、はい、これも同じ帝王学の話なんですよ、はいはい、普遍的な話なんですよ、はい、だからその普遍的なもんっていうのはやっぱり人の心なんですよやっぱり人の感情、人って感情必ずあるんでね、もうかん、だから全部感情次第で動き方が変わりますよねやっぱりね、それは、うん、だから、うん、その人って感情とかな、なあ感情とかその、うん、情緒みたいなやつとか、うん、あとはもうなんていうかな、このなんていうかな、なんていうかな、なんていうかな、まあ情的なもんですよ、思いやりであったりとかな、うん、思いやりとかね、
腹立つとか喜怒哀楽もひっくるめて全部ですよ、うん、だからそれをこう押し殺してな、はい、要はそれをこう閉じ込めるようなことをしてたのがルール法律とか世の中の風潮みたいなもんじゃないですか。だから、うんそうねはい、特に法律なんかそうじゃないですか。ああ言うたら取り締まられるとか、こう言うたら訴えられるとかな、はいはいはい、そんなこと言うとったら何にもでき先進まんじゃないですか。すぐ訴えるやつおるけど、うん、でも今もだいぶ変わってきたんっていうのは、何かあったらすぐ訴えるぞ、へりくつばっかりこんなのじいさんってみんなもあの何て言うかな、村八分にされていってますよ世の中で、うん、うん、そういう人は、うん、やっぱりそうですね、うん、だからもうちょっと中間的にアバウトな部分というか、うん、そういうところをこう理解しながらこう相手とコミュニケーションしていくって感じです。だから今あゆちゃんの話で結論でいく普遍的なもんっていうのはな、うん、相手のことを思いやれるか思いやれないかっていう話ですよ、うん、それがその、学校の先生が生徒に対して叱るとか注意するとか褒めるとか、うん、全ていろんなことから全部そうですよ。体罰とかもひっくるめてですよ。そう、体罰、いや体罰振ったから我々ってメディアが全部言うわけでしょ。はい、実際、はい、違う、はい、そうですそうです。でその体罰、表面上しか言わないわけですよ。でも体罰振るには振るった理由があるわけでしょ、やっぱ。そうですね、うん、必ずそうですね、うん、いきなり叩くやつおらんやろ、あんまりいないです、いないです。だと要はその背景はあるわけですよ。そうやろ、うん、例えばね、例えばこういうのってあるんですよ、うん、俺が学校の先生、まあ学校の先生とするやろ、うん、だから山田君っていう生徒がおってな、うん、俺が小学校の学校の先生で、うん、で山田君っていうのは鈴木君に殴られましたと、うんうん、な、これだけひどい殴られ方しましたって目のとこ話してくるわけや、ワン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 、はいはいはい、ほんなら俺は鈴木君呼んでな、山田君のことこんな叩いてやると、お前いかんぞ言っても、ほんだ今度山田君からしたら、あいつは陰でこんなひどいことしてたっていう話ってあったりするわけでしょ、いっぱい、うんうん、そのひどさの内容ですよ。だからなんか陰湿なことをいろいろやってたと、うん、例えば、うん、例えばそのや殴られた山田君、殴られた鈴木君に殴られた山田君は、山田君の、ごめん、山田君は鈴木君のカバンの中に変ななんかこう犬のうんこを掘り込んどったとか、うん、まああるやん、なんか陰湿なやついっぱい。ありますね、そうですね、うん、でもそれを聞いた、ほんだ俺が学校の先生やったら、その鈴木君にそれを聞いたら、俺山田君にそんなこと、はい、お前そんな悪、そんな陰湿なことしてんやったら、俺も同じ鈴木君と同じようにお前も殴ってるっていう話になるじゃないですか。要はそうね、だから要はそんな背景がきちんとあるわけですよね、うんうん、だからそこだけ切り取ってな、うん、海抜やへっちゃぐれや言われたら、それは学校の先生も気の毒やと思うよ、うん、で、まあそらいいんやけど、 A 先生がおらんようになっていくってことなんですよ、もう、うん、骨のある人は、うん、これ体罰やったらまたいいけど、なんかその暴言吐いただけであかんって言われるわけでしょ。それは違う、だから要はそうね、だからちゃんときちんと理由を見てくれるような状態が一番いいですよね、きちんとね、うん、でさっきの話に元に戻すと、本当にその子のためとかその人のためを思ってる愛情があるかって話なんですよ、うん、結局は詰まるところはな、ね、でもこれは受け止める側がそうなかったら無理なんですよ、うんうん、だから学校の生徒の話って言うと、ボンクラの親ってそれ分からんわけでしょ、うん、だから俺らうん、昔のな、俺の父親 お父さんお母さんなんていうのは、うん、まあ僕らの前はものすごい殴られたわけよ、学校の先生にな、もう毎日殴られとったわけよ、蹴られるしな。飛び蹴りとかされたからな俺ら。でもね、家帰って学校の先生に殴られたと、うん、まあその自分からも言いはせえへんで、うん、でも何かの拍子でそういうこと言うとな、うん、親が知るとな、お前が悪いから、お前が悪いから先生殴ったやろって言って、もう一回家で殴られるからの。そういう時代はいい時代ですよね、なんかね。そう、うん、お前が悪いから殴られてんやろって、もう一回家で殴られ、原稿されるわけよ。で明日だけ先生にちゃんと謝っとけって言われるわけよ。そういう話なんですよ、うんうん、でもそこにはね、
先生が正しいとか正しくないかっていうよりは、うん、先生を信用してるっていう親との関係があったわけですよ。ああね、そうね、親と先生のね、はいはいはい、だから先生が偉いとか偉くないっていう話じゃないんですよ。だから預けてる親を、親は要は先生に自分の子を預けるという信頼関係があるもとでやってるから、別に殴られたときでもそれは親の分身だということだからってことですよね。だから先生が聖職やとかどうこうっていう話じゃなしにな、うん、預けてる限りは、うん、預けてる限りは先生に任せると、うん、なだから先生が多分自分の子を叩いてもな、うん、それはお前が悪いんやろという話になるわけじゃないですか。なるほど、なるほど。でこういうのがあれば先生もやっぱりなんていうかな、まあボンクラの先生おるやろうけど、ちょっとまともな先生やったらそれ理解できるわけですよ。ちゃんとやらなあかんっていうのは、うん、この子たちをきちっと育てなあかんと、勉強だけじゃなしにね、道徳的なもんもと、うん、そうですね、そういう関係性があるから世の中って成り立ったんですよ、うん、これ会社も昔は一緒やったんですよ、うん、そうでしょ。そうですね、例えば ね、じゃあ会社なんかで行くとな、あの本田総一郎さんなんか、俺はね、ああいう創業バイク、はい、バイク創業した自転車を改造してバイク作ったとこから始まってんねんけどな、うん、ああいうちっちゃい個人商店から始まった時ってのはみんなそうなんですよ。もう情の掛け合いですよ、社員も社長も社員も、もう、うん、な、そんな理屈へ理屈で固まって給料こんだけくださいとか労働基準法がどうだこうだ言うとったら、あんな本田なんて生まれてないんですよ、うん、なこの自転車をなんとかバイクにしたいと、世の中の人がにこれを使ってもらいたいという一心でみんな念と働いたわけでしょ、創業の時、うん、 そうですね、それがだん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 会社が大きくなっていって、みんな忘れていって、だんだん衰退していくと、うん、これがパナソニック、あの松下幸之助さんも一緒じゃないですか、はい、松下電機とか大きくなって、はい、今衰退始まってるじゃないですか、はい、そういうことなんですよ。だからやっぱりね、だから会社の大小とか役所とか学校問わず、やっぱそこの原点変えていかなあかんと思うんですよ。そうですね、はい、でさっき言った話じゃないけど、受け止める側ですわ。要はあ、その人情とかな、義理人情の話じゃないけど、はい、その人のためを思ったり、本気で世の中のため、会社のためを思って、特にその人のためを思ってやってても、相手が伝わってなかったらこれ無理なんですよ。だそれを相手次第だと思います。だから要はそれを今まではその相手を教育せなあかんとか、アホなことやっとったわけですよ。会社でなんか教育するとかな、うん、外部のなんか、うん、なんか変な講師招いて、うん、教育するとかな、うん、でそんなことはめんどくさいから、アメリカ流のこのマニュアルになっていったわけよ、うん、もういっそのことマニュアルで縛っとけと、うん、で安月給でこき使えと、もうそっちの方が気楽やと、こういうアメリカ流、欧米流ですわ、うん、そうでしょ。よくマニュアルで組織化しろって言いますもんね。とりあえず徹底したマニュアルをして、うん、徹底して誰でもできるようなマニュアルに作れってよく言いますよね、はい、うん、まあ今までそれやってたわけよな、うんうん、でそうなるわな、うん、で、なりますね、まあ、それこっちのとこ、それは今から次の話でいこうか。でね、要は伝わる相手が、伝わらん相手にまでその道徳教育とか考え方の教育を会社が施さなあかんみたいなアホなことをやってたわけよ、はいはいはい、今はもう今後はないよ、うん、そんなもんに付き合ってる時間がないんで、うん、だからこうなんていうか縦分けっていうわけじゃないけども、そんな時間がないから、もう分けの分かってる人同士が集まっていくしかないんですよ、はいはい、うん、そういうことを理解できる人同士、はい、これは会社の上下関係だけじゃなくて、その横のつながり、取引先もそうですよ、で、はい、個人的な付き合いもそうですよ、町内会もそうですわ、はい、国と国ともそうですよ、もう訳分かってる人同士が付き合っていくと、はい、これがだから多極化っていうことですよ、うん、だから俺が今日もあっちゃん何言うてんの、その人気みたいな話みたいなこと言われるか分からんけど、はい、でもな、ここへ帰るから必ず、はいはい、これがないと円滑に進まんのですよ、もう、はい、うん、そんな減って変な法律か振りかざしてな、ああだこうだ減ったくれるやつと俺は付き合いたくないから、少なくとも俺は、うん、みたいな話はあいちゃん、要は事前に僕はこういう人間でって言っとくのもいいし、なんだろうな、あとは人間その人との関係性だったりって言っちゃいけないとか言った方がいい境界線もあるじゃないですか。そこを意識はしないといけないなと思います。何でも言ってはいいわけじゃないじゃないですか。例えば例えば、なんだろうな、その人にとっての、言っていいところと言っていけない、例えば具体的な例は難しいな、だけどな、境界線とかが相手を
下げずる言い方とか言い回し方だったりとか、例えばだからちょっと言ってる意味が分かりにくい。例えば、そんなんな、うん、子供じゃないんやから、うん、相手に対してハゲデブチビとか言わんじゃないですか、子供じゃないんやから。あ、もうそも、はい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 、お前の母ちゃんデベストとかな、はいはいはい、そんなこと言うわけないやんか。大体仮にそういう人がいるとしたらどうするんですかね。要はたまにそういう、なんか最近思うのは、そのまっちゃんが思ってるような常識的なことをじゃないタイプの人も多いなと思って、同じような年でも。要はだから要は何よ、相手のその行動とか容姿とか、うん、なんか何か言動を上げ足取ってこうなんか言う人。そうそれはネットの社会だけの話ですよ。 SNS とか文章の世界な。面と会ってそんなこと言うやつあんまおらんよ、いきなり。ああ、面と会ったね、確かにね、プロセスにこうだね、うん、そうでしょ。そうですね、それはただの陰口やんか、はっきり言って。愛ちゃんが言ってんのは確かに自分が何者だっていうのを名乗らんと言ってるわけでしょ、はっきり言って。まあそれもありますし、逆に言えば文章の世界でそうなっちゃう人がいるなってすごく感じますけどね。そういう人はもう関わり合わんことですよ。だって実際ほんだら、愛ちゃんかって何かやって、俺かって何かやってて、何かそんな変なわけのわからんような、はい、そのコメントとか何でもあるとするやん、はい、無視してるでしょ実際問題。まあ実際問題はもう離れちゃってます、もう完全に嫌だしね、うん、だからほっといたらええってだけの話じゃないですか。うん、なるほどね、うん、そうでしょ。ほんならその実際の自分が商売なり生きていく中の付き合いでな、はい、今愛ちゃんが言ったような人と関わることってないやんか、大体そもそもが。まあほとんどないですね。それ外野の話やから。そうですね、はい、だから自分が愛ちゃんとかほんなら会社やってて経営者であの従業員雇うとかな、はい、その時にそういう話ってないでしょっていうことですよ。ああ、それないですね、基本的にね、うん、それはいきなり初めて会ってな、うん、初めてやっとお前こらとか言われたらはーってなるけどそれでも付き合ってるうちに大体この僕は俺はこういう人間だと、うん、あの人はこういう人だと分かってくるわけですよ、はいはい、だからそれを隠してるとな、やっぱり大事になるんですよ、はい、こんな人じゃなかった、こんなはずじゃなかったとか、こんな人とは思わんかったってなるわけでしょ、うん、だからそういう付き合いというか人と人とのリアルな付き合いの時は俺はこういう人やと、私はこういう人ですと、はい、最初から宣言しておいたらええわけでしょ。そうですね、はい、うん、なら別に相手も困らんし、あの困らんじゃないし、なんていうかな、こんなんやと思わんかったってならんでしょ最初から。ならんですね、はい、だから言ったらいいんですよ、初めて私はろくでなしでございますからってそれでもよかったらお付き合いいただけますか、ろくでなしなんですか。はい、ろくでなしです私ろくでなし大好きですから、あ、さようでございますかってなるわけやただね、はい、言ってる話はな、はい、ちょっとこれ有料級のとこまで次ちょっと触れてな、はい、波動なんすよ。波動ですか、うん、またなんか次元が伝わりましたね。波動でございますか。言葉じゃないんすよ、その人から発せられた、はい、言葉っていうのはあるけど、はい、波動っていうのがあるわけ。これなったら1対5とか、はい、その3対3とか5対5で大多数でやってるときは分かりにくいんですよ、会社の会議みたいに。ただ差しでね、はい、その人と面と目向き合って1対1で話したときにはな、はい、そんな言葉を超えたら波動で分かるんですよ。理屈を超えてる、いう分かりやすいとその人の本気度と迫力ですよ結局は。そうか、熱量ですよね。熱量と意識的な理由、ね、だから相手あのロシア人の交渉っていうかな、あの話の仕方ってこういう話し方するって俺前この動画で言ってあげたから、はいはい、ロシア人の友達いっぱい釣りおるんでね、はい、あの連中椅子と椅子をこう椅子でこれ座れって言って椅子と椅子をこう向き合わせて膝先10センチこれぐらいの幅まで、はいはいはい、膝先付き合わせて、はいはいはい、目瞬きもでけへん、パチクリもでけへんぐらい近いところで、ね、こう会話するからな、はい、そうですね、うん、要は嘘つかれへんという状態にするわけですよ。そうですね、言ってましたね。言葉では嘘つけたとしても、はい、もう態度に出るぞみたいな、もう体とか雰囲気だったり言い回し方で分かっちゃうものね、目が泳ぐとかな、うん、でね、今みんなこれ聞いてて分かると思うんやけどな、その1対1でそういう会話の仕方っていうかこう付き合い方するとな、はい、その人の話してた言葉の内容っていうのは意外と覚えてないことって多いんですよ。これものすごい分かる人だと思う、はい、内容はあんまよく分からんのですよ、覚えてないんですよ、はい、ただ迫力と何かが伝わったって感じなんですよ。
言いたいこと、まあ、エネルギーが伝わったとか、まあそうね、うん、そういう話、これちょっと有料ゲームここでやめとくけどな、うん、いや結局言語化じゃないからね、結局最終的には言語化じゃなくて、なんか発してるものだったりとか、自分が発してる、例えばな、まあ例えば独身でな、で、はい、プロポーズするときあるやん、結婚してほしい人、はいはいはい、な、ええかな、はい、だからその時にな、ちょっと距離を、そんな至近距離じゃなくてな、はい、まあ1メーターほどの距離を間に置いてな、はい、俺がこうこっち見ながらとか、この下の方を見ながらな、はい、ボソ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 っと、僕はなんかこう結婚してほしいと思ってるんだけどみたいな、でも今の給料じゃちょっと一緒にやっていけそうもないけど、どうしたらいいもんかなみたいなんとかな例えばよ、例えば今日これ見てるとまっちゃん、まあ、おもろいわ、お前おもろいぞ、いやおもろいなって今思っちゃいましたねとな、とな、なんか下品でわけわからんこと言ってるけど、はい、面と向き合わせて頼むから結婚してくださいと、あなた何があってもあなたと一緒にいたいと、あなたがおらんかったら俺はもう死ぬというわけのわからん、相手の方がええでしょっていう話なんですよ。そうですね、うん、こういう話の内容ですよ。だからそこは言葉の内容がどうたらこうたらっていう話じゃないってことですよ、結局は。そうですね、心が動くか動かんかってことですから、相手、まあ、感情の心が動くかどうかっていうのはすごく大きいですね。わ、うん、かる、わかります、だからキッシーの演説聞いてて誰も心動かんでしょいやもう感情だね、もう感情、感情だ、感情ですね、やっぱり、うん、全ては感情だなってすごく思いますね、はい、そこがだから大事になるし、はい、な、でやっぱり人情とかな、はい、義理ですよやっぱり、うんうん、義理と人情と愛情と愛、まあ愛もあるんでしょうね、やっぱりその何かを受け取るという、だから本当に愛を持ってっていうか愛情を持って相手に接するってものすごいしんどいことなんでね、やっぱり、うんうん、プレッシャーがすごいからやっぱりな、うん、責任があるからな、やっぱりな、お互いにやっぱりな、そうですね、ありますね、うんうん、そういうもののまともな考え方っていうか、まともな大人っていうかな、うん、そういう世の中になっていかないと、まあ、子供の教育減ったぐらい言うたってそんなもん通用せんよ、そんな、そうですね、上辺だけのことやっとったってな、うん、上辺だけじゃなくてやっぱり愛情というか、まあ、やっぱりそのこの中に入ってる心の本質のところをどれだけ相手と調和できるかっていうのが最も大事なところですよね、そういうことでしょ、うん、どんなに頑張ったとしてもそこが欠落してるしと何事もうまくいかないなってすごく感じますね、やっぱり結局は、うんうん、まあ、それでも人間って忘れちゃうんですけどね、それをやっていけばやっていくほどすごく自分を体験なんですけど忘れてしまうことが多いですよ、やっぱり、うん、だからね、やっぱり何でもそうなんやけどな、ことを何か一つやるでも何でもそうなんやけど、うん、本気でどう思ってるかっていうことを伝えるってことだと思うんですよ、うんうん、自分はどう本気でそれができるかどうかの部分もあるしね、そのいやいや本気でどう思ってるかですよ、ほんで本気でやろうとしてるかってことですよ、はいはいはい、さっき言った、だからこうやっていや結婚したんやけど今給料ちょっと安いし家も狭いしどうしようかと思ってるんだけどみたいなよりな、はいより、うん、まあ、今現状女、なんていうかな、俺の給料安いし貧しいけどもうとにかくあなたのことが大好きなんであなたから離れたくないと、で将来は必ず近いうちには何とかして大金持ちになるから一緒になってくれっていうぐらいの構えでええわけでしょ、嘘でも、そうですね、もちろんで嘘でもついてしまえ、もう言った限りはやらなしゃあないようになるんですよ、自分追い込まれてるから、これをじゃあやらんかったら嘘つきになるわけでしょ、そうですね、じゃあそれ嫌やから嘘、自分に嘘つきたくないから一生懸命また頑張るわけじゃないですか、頑張れますね、はい、でこういうちょっとなんていうんかな、もうそれぐらい大胆で違うのかみたいな話ですよ、もうそうだと思いますね、はい、なんか今日全然話が前進まんな、愛ちゃんが愛ちゃんが喜んでくれへん話やから、あんまりいやすごい僕も、いや、喜んでくれないというか、すごく考えながら聞いてます、今日は。僕の方でも、これはこうだよなって自分の中で解釈しながら聞いてるので、
はい、答えはゴールがないので僕の中では、その義理と人情っていうのはまあ単純にそのもう愛を持たすものという部分ではありますけど、ただね、ただやっぱりその平成の間しかしでしか生きてこなかった人とか知らない昭和を知らん人にとってもな、はいはい、俺が今話したこういうようなことってちょっと鬱陶しいと思う人もおると思うんですよ。多分そうね、まあ、鬱陶しいっていう言い方はあれだけど、確かにそう思うかもしれないですね。はい、思うと思う。あの要は分かりやすい言うたら、はい、距離が近すぎるから鬱陶しいっていう感覚も使うんですよ。あ、だから、まあそうね、その昔の会社であったその飲み会みたいなやつとかな、あでお前いつになったら結婚するねん紹介したるぞとかな、はい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 、そういう鬱陶しいやつってあるわけよ。ありますね、あります。これはまあただね、これが鬱陶しい鬱陶しないかは別として、その要はその俺がそのさっき言った飲み会みたいなやつって時間を制約されるのが嫌じゃないですか、ね、あんなもん。まあ時間全部そうですよね。そう、時間が制約されるのは嫌ですよね。家帰ってやりたいことは何、なんかあんなとこ引っ張り込まれてなんかしょうもない話聞かされてってなるわけじゃないですか、うん、そういう話じゃなくて、うん、そういう距離感の話じゃなくてな、うんうん、その例えば会社やったら会社でいいんで、俺が言うような話って多分5分ぐらいで済むような話なんですよ。はい、1回5分、3分、はい、そういう類の話なんですよ。うん、で、そういう距離が近くべったりみたいな話でも何でもないんですよ。ただ、はい、宣言してるだけですよ。うちの会社はこういう会社やと。俺はこういう人間やと。いや、やったらあっち行けと。はいはい、一緒にやるんやってやれと。どうするんやと。そうですね、うん、そういうだけの話ですよ、はい、だからある意味距離としては遠いんかもからね、そっちの方が突き放してる。確かにね、うんうん、でもそうじゃない大企業なんか上司っていっぱいおるよな、何にもそのはっきりとは言わんけど、はっきりとは言わんけど、なんていうかな、こう、うん、言葉では出してくれへんけど裏で査定して給料下げられるとかな、うん、降格させられるとかな、ありますね、うん、あるよな、そういうな心のない冷たい査定するよりはな、はい、例えば昇給にしてもボーナスにしてもええやん、はい、その冷たい人事部が査定してるとかな、はい、そんなんじゃなくて、はい、面と向かってな、はいはい、面と向かってお前なんぼいんねんと、はい、いや去年50万もらいましたけど今年は100万にしてもらえませんかとかいや社長がいやちょっとそれは勘弁してくれと、間取って75万にせえへんかとかな、はいはいはい、そういう心の通った話でええやん、ね、まあね、ウキウキするね、そうですね間取ってこれぐらいにしてくれとどうもらう方からしたらそっちの方がええでしょ、そんな冷たい。いやそっちの方が嬉しいですよ、はい、明細紙ピレ1枚1枚なんかピュってもらってな、はいはい、お前今年こんだけって言われるよりは、はい、やっぱり交渉の余地があると、うん、ね、でも交渉も全く跳ねのけはせえへんのですよ、人情のある人って、はいはいはい、うん、去年50万やったけど今年100万くださいって言ったら、いや同じや50万だって言えへんわけですよ。言えないですね、はい、もうちょっと上げようってなるわけよ、これが人情でしょうか。人情ですね、うんうん、どうこれ。いやでも人情だと思いますよ、そこは、はい、理事と人情の世界だと思いますよ。気持ちが通ってると思いますよ、はい、でしょ。だからもう、うん、気持ちの通った仕事しかできないじゃないですか、そういうとこって。はい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 、うん、なんか気持ちの通わへんな義理書くようなことしたらお前やめクビやって言われるわけでしょ。はい、だからクビって言われたらこの労基に訴えられるとか、ね、労働基準法とかね、はいはい、訴えたろとかなるわけでしょ、はい、でそれはそこを理解してない人と付き合ってるからそんなことが起こるんですよ。起こりますね、はいはい、そこを理解してる人ばっかりで固まっとったらそんなこと起こらんのよ、もそもそもは。うん、なんか今日変な話になったからみんな喜んでくれるかどうかわからんけど今日はどっちかって言うと心の問題の話、心の持ち方とか心の通い方とかそっちの方の話だと思うんだけどね、うんうん、まあでもこれからは特にもうそうじゃないとちょっと回らんと思うで、組織も、うん、何もかも自治会であったりとか町内会であったりとか個人個人の付き合いであっても、はいうんはいはい、そういう上辺だけっていうのはちょっと非常に難しいと思うわ、やっぱ、うん、そうですね、うん、逆にそんな上辺だけでやってる時間もないしな、もう時間の無駄やし。そうですね、時間の無駄ではありますね、確かに。だから結局なんだろうな、なんかまた昔に戻ってるって感じですよね。だから多極化って言ってることじゃないですか、言ってるのが、うん、で、うん、
各世界各国特にヨーロッパがそうですけど、はい、自国優先っていうのに変わっていってるわけですよ、はいはいはい、うん、要はグローバルっていうところから自国優先ですよ、はいはい、うん、自国経済最優先で横でつながっていきましょうっていう世界ですから、はい、うん、当然経済的な会社とか商売、はい、で個人も全部そうなるならざるを得んのですよやっぱり、はいはいはい、うん、 そうですね、それぞれが自立してるって形ですよ。だからうん、それをお互い認め合うってことですから、うん、だからそれ本音でぶつかってなかったら義理人情もないような世界でおったら自立してないってことですよ。だからただ単に、はい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 、だからコロナがあってワクチンがエレなんすよこれ。もう自立してないからああいうことが起こるわけよ。わかるでしょ。わかりますわかります。自立してない人が売ってまうわけですよやっぱり。うん、まあ、だから自分が正しいか正しくないかっていうのを判断できない人は売っちゃいますよね。そういうことでしょ。うん、だからやっぱり自分を持ってないとな。あれだワクチンに限らずよやっぱり。判断するってこと、その判断する者同士が集まらんとことは先進まんってことですよ。言われる。それが正しいかどうかって判断ですもんね。そうですよね、うん。だからそれが表に現れてきてるのはウクライナであったりイスラエルってことですよ。はいはい、だからウクライナっていうのは そもそも生物化学兵器やってましたとかな、はいはいはい、ました。でワクチンも作ってましたと。うん、ね、で人身売買もやってましたと。臓器摘出して売ってましたと。はい、で麻薬もやってましたと。あらゆるこの世の 悪事の限りを尽くしている場所でしたと、うん、それはウクライナ人がやってる、ウクライナがやってるということじゃなくて、うん、ね、そのイスラエルと一緒でシオニストみたいな連中ですよ、うん、そういうことでしょ。 金の重さみたいな連中ですよ、うん、ああいう連中がやって、これもイスラエルも同じってことですよ。だから、うん、それが暴かれていって崩していってるっていうことは、これだから誰がやってるって話じゃないってことなんですよ。これいつも言ってるように、これ神の力なんですよ、うん、うん、神じゃないとこんなことできんから、はっきり言って。うん、するいや物事の本質的にそれは神というか、まあ神ですね。確かに流れを神というよりは天ですよな。うん、宇宙ですよ。そうですね。だからワクチンっていうのはそのきっかけなんですよ、あれ。はいはい、要はバラされていくと、真実を分かるようにしていくきっかけを作ってるのがあれなんですよ。はいはいはい、はい、そうでしょ。製薬であったり医療であったりとか、はいはいはい、音の根源、そのためにやっぱりたくさんね亡くなってる人おるけど、世界で、はい、日本でも、うん、まあ、それは仕方ないんですよ今回は。うん、戦争中ですからね、これ今戦時中です、はい、だからそこを知るためには多少の犠牲は必要なんやろうけども、はい、そのうん、なんていうかな、そういうことをみんなに知らんとも先へ進まんということをやってるわけなんでね、これ天が、はい、うん、そういうことなんですよ。だからマスクも英霊やったでしょうが、うん、なんか変なマスクせえへんかったら怒ってくるじいさんとかいっぱいおったやろ、なんかじゃんけど。そうですね、まあ、でも今は全然それのなくなっちゃいました。あれもどこ行った、ああいうじいちゃんたち怒ってくる。本当ですよね、なくなっちゃいましたよね全然な。でこれが時間とともにいろんなことが分かっていって、あの、うん、ああいうこと言ってた人何やったんってなるわけでしょ。うん、テレビに出てきてたワクチンの学者も一緒ですよ、変な、うん、そういうことでしょ。うん、全部同じことですよこれ。はい、愛ちゃん質問は。言い方変えると筋を通すってこともあるじゃないですか、義理と人情の世界って。人情ってことは要はお互いを会話させるっていうか、筋を通す、それは最も大事なことなんだけど、それをなかなかできない人が多いんだろうなって思ってるし、できない人だから成功してる人ほど、ビート人情を徹底してる人が多いかなっていうのは僕の中の もちろんではあります。やっぱり成功してない人はなんでできないと、それは成功してない人はできない理由は、あの自分勝手だからだと思いますね。え、自分勝手だからだと思います。いや自分のことしか考えてないんだ。簡単に言うとな、はい、物の道理を分かってないってことなんですよ。ああ、物の道理ですか。なるほど。道理を分かってないからそういうことになるんですよ。うん、そうでしょ。うん、自分が撒いた種は自分に返ってくるとか、うん、な、簡単なことを分かってないってことなんですよ。だから、うん、そうでしょ。そうですね、はい。だからやっぱ物の道理であったりとか道義であったりとかな、はい、うん、そこが筋って話ですからね、筋道って話だから。うん、まあ、そうですね。あだこだ言って筋道だったりとか道理とか
それをきちっとしてれば回ってきますからね、戻ってきますからね、自分のところに ね、 そうね。でルール、法律の法律的なものとかルール的なものの中にはあんまり道理的なもんってないんですよ、あれって。全然。だからこうなったらこうなりますとか、こうなったらこれダメですとかな、それだけの話なんで、はいはい、もっと奥の深い、じゃあなんでダメなんていうのはないわけ。ないですね。わかるやろ、言ってんの。今言ってることはわかりますよ、その通りだと思いますよ。だから法律的なもんなんてな、あんないらんのよ、はっきり言って。ぐちゃ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 いっぱい作ってるけど、はいはいはい、だいたい殺したらあかん、殺したらダメですとかな、はいはいはい、殺めてはダメですとかな、あと犯してはダメですとかな、盗むなかれとかな、その程度4つ3つぐらいでええんすよ、法律みたいなもん。あんな細かいの、まあ、正直いろいろとごちゃごちゃなってますからね、確かにね。そうでしょ、簡単に大きく言うたら何やったっけ、な殺すなかれ、犯すなかれ、まあ盗むなかれ、でもう一回打てたら咎め、なんかな、あやめるなかれみたいな、それぐらいの程度ええんちゃうの。大きく言うと、そう、ね、まあ、あとはあれですよね、そのなんか義理と人情でやっていく中で、まっちゃんが言ってた相手と相手と心を通わせるっていう部分ですけど、その相手と相手の心を通わせるために思いやりっていうのが出るっておっしゃってたじゃないですか。思いやりがない人とは付き合わないのが 100% いいってことですよね。その思いやりを理解できない人とは付き合わん方がええよ。時間無駄よ。時間無駄ですよね、要は結論的に言うとね。まあ多少はな、まあ見てあげる、これぐらいの期間は見てあげようか、それまでないだ伝え続けてあげるけどっていうのはあるけど、いよいよ分からんかったも仕方ないなってあるよ、やっぱありますよね、まっちゃん。でもそうですよね、そういうことですよね。だからそういう付き合いとか組織的なもんっていうのはちょっと続きにくいっていうか、無理な時が来るんですよ。例えば毎回の話じゃないけど、その経済的なもんがクラッシュしたり、本当のハイパーインフレもみたいなもんが来たりとかな、はいはいはい、困ったことが起きた時に、てめえだけのことしか考えてない組織なんてもう持たないよ、そらもうチリチリバラバラになって、ここ踏ん張ってでも未来を切り開こうっていう人が集まってないと、もうどうしようもないよ、そら。そうですよね、そういうことですよね。苦しい時な、ここ一番なんとかせなあかんって言ってる時はやっぱ無理よ。だから言ってるように役所なんか無理やって言ってるわけだから、逃げるやろみんな、役所なんか大企業も、平成生まれの人なんかからするとちょっと鬱陶しいような話になるから、義理人情みたいな。でもまあこういうね、古臭いっていうわけじゃないけどな、こういう鬱陶しいように聞こえるかもわからんけど、はい、基本的にはここが全てになってくるかな、やっぱり。でもこれ言いますけど、僕自身もなんでここまでなんとかなってるかっていうか、まあ、大変な中でなんとかできてるかっていうと、やっぱりその義理と人情っていうのを徹底してる部分もあるんですよ、自分の中でも。やっぱり与えられたものに関しては電力で返さないといけないし、それは義理と人情じゃないですか。そこをきっちりやってるからっていうのはありますよね。まああとちょっと揉め事みたいなものに関してはお互い様とかな、お互い様やねんから、まあまあっていうな、それを、いやいやこれは法律にあなたは沿ってないですから訴えたるとかな、だから売り言葉に買い言葉になるわけよ、そんな、結局はそうですね、そういう人っていうのはあっちゃこっちゃでどこ行ってもそんなこと言ってやってるからそうですよね、はい、結局も自分がうまいこと回らんようになってしまうんですよ、で最後は自分の子供、奥さんにもソースカンクやって逃げられるみたいな、で一人寂しい老人みたいになるわけよ、言い方悪いけど、はい、それはあんたが自業自得やろっていう話よ、やっぱ。そうですね、そうでしょ、巡り巡って必ず自分に返ってくるんだね、やっぱ、だから世の中のためっていうのは大げさやけど、人のためを思って、相手のためを思ってやっぱりやってればなんとかなってくるんでね、最後、巡り巡ってまだ回って、まあ極論言えばな、食べるもんがなくなった時に食べさせてくれる人がおったらええわけでしょ。ちょっと泊まらしてとかな、ちょっと泊まらしてご飯食べさせてくれとか、はいはい、そういうな感じになっとかんと。そうですね、そんないつも訴えたるって言ってる人やったら、いや困った時助けたろってなれへんでしょ、まあ、いえあのお腹減ったんで食べさせてくださいってあっち行けって言うでしょ。めんどくさいですからね。でしょ、はい、そういう人はまだ何か食べさせた、まあ
ね、ものすごくおおらかに、いやいいよそれでも許してあげて食べさせてあげるわって食べさせてあげたら、その食べたもんをでお腹下して下痢になって当たったから訴えろとか言う出すでしょ、そういう人って。また全てに関してなんですけどね。でもなんか変な話になってるけど、ちょっとまあほんま鬱陶しい話になるかもわからんけど、ここが今度中心になっていくんでね、はい、プーチンとトランプの様子見とったらそうなるよ。そうですね、みんな想像ついて、あれ義理人情で動いてるかな、あの人は。あの二人の顔見てみ、あれ義理人情で動いてるからな、あれ。っていうことはそういう世界になるってことです。そう、これ世界観になるってことですよね。うん、わかるでしょ。わかります。プーチンなんてどう見てもマフィアのボスやろ、あれ。まあまあまあね、トランプ、ね、トランプ今ちょっと今みんな想像してみな、あれプロレスの興行師やからな、あれ。ほんで不動産王やろ、うん、でしょ。そうですね。横の、ま、今日の最初に言ったキム・ジョン、うん、あれもどっちかというとヤクザのボスみたいなもんやろ。でその横におる大国の習近平、あれもどう見ても経済ヤクザのボスみたいなな。あんまりこうしらーっとした法律ルールで固めた官僚的なものが世界を支配していくとか社会を支配するとか、うん、そういう世界じゃないってことですよ、明らかに、はい、これからあの今言ったようなトップの人たちの顔ぶれ見るとな、うん、そんな官僚が書いた紙読んでな、紙読んでこうですからああですからみたいな話じゃないよ、はい、トランプの演説なんか聞いてたら分かるでしょ、紙は読んでへんからな、あれ。自分の言いたいこと言ってるだけやからな、あれ。そうですね、うんうん、っていうことは世の中世界もそうなるんですよ、うん、だから明るいですよ、すっごい、はい、そういうことを理解できる人な、うん、愛情を持って何かにことに当たれるとか、はい、その人情を持って人と付き合えるとか、うんうん、であとギリ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 は、うん、受けたギリは不義理しない、要は、うんうん、あのきちっと返すとかな、はい、それはそれはもう、うん、覚えておくとか、そういうまともな世界にやっとなるってことですよ、これ。だからまあ平成生まれの若い人たちが見てんねんと、そこ理解しといてくれたら必ず来るんでね、うん、だから平成にまた戻りましたね。平成にはありえへんかったような英時代になりますよ。どっちかというとアバウト、もっと分かりやすいのは適当だ、適当やけども、はい、適当なんだけども、なんていうかな、筋というか真ん中にあるものは情熱的みたいな、うん、そんな感じですよ。そうですね、こういう世界だったらめっちゃいいですよ ね、 本当にね、うん、それと新しい技術AI みたいなもんをこうミックスしながら何かやっていくみたいな、はい、うん、そうですね、うん、イメージはできてると思うんですよ、みんな。だから、うん、はい、今日はちょっとなんかこうポカ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 なんかポカカチカチ山みたいな、ポカポカカチカチ山のまっちゃんのその今日はあれちょっとあのまっちゃんコントコメント欲しいな。ボソボソボソってこうやってやったコント、面白いって言ってくれへんかなと思って、誰か面白いですね、ぜひ言ってほしいですね、はい、はい、まあそんなことです。でまあとにかく俺今ちょっと趣味というか大好きなものっていうのは料理っていうのを、料理やっとこの年になってよかった、料理、ああそうですか、いや料理は、まあ、いつの日か皆さんとね、あの料理をね、俺が料理するからみんな食べてみたいな。いつの日かな、いつの日か、まあそういう時は来るでしょう、いいですね、うん、それまでに料理の腕磨いとくはしっかり、お願いします。はい。まあみんなあの毒は入れんから心配せんでよ。はい、あのなんかカレーに毒入れられるみたいなやつ。でも本当にそういうものと、この対談とかは平成と、まあ大体平成に生きてる人と昭和を、生きてる人っていうので分かれてる、話してるっていうのは面白いですね、またね。実はまあね、やっぱほら、ね、リアルというかな、人と、ね、人とリアルにこう対面して、何か会社の中でも世の中でもって言ったって、なかなか若い人にとっては、俺ぐらいの55歳やけど、俺ぐらいの年齢と、そんな関わり合うことって会社の中ぐらいしかないやん。まあないですね、だからだってこの間で、だって僕、今年36ですけど、大体20歳ぐらい違うじゃないですか。うん、しかも東京と大阪でしょ、うん、仕事の付き合いぐらいしかないと思うんでね。ただまあ、ね、昭和は昭和のええとこもあったし、う
ただ編成は編成の暗い悪いところもあったりするけど、はいはい、まあそれが新しい形で令和で、はい、あのそこをこう混ぜこぜに合わせて出て、はい、やっていきましょうみたいな、はい、やっていけるといいですね、はいはい、今日のコントだけコメントちょうだいなみたいな、またやったらいいね、あ、コメントの、あ、こちらコメントの方にね、はい、じゃあ今日この辺で、はい、ではありがとうございました、また来週もよろしくお願いします、どうもありがとうございました、はい、失礼します、はい。